新約聖書の「使との働き」3章の1節から10節までを拝読いたします。新約聖書「使との働き」3章の1節から10節新約聖書の236ページです。ペテロとヨハネは午後3時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。 この人は宮に入る人たちから施しを求めるために毎日「美しの門」と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた彼はペテルとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたペテルはヨハネと共にその人を見つめて「私たちを見なさい」と言った彼は何かもらえるのかと期待して2人に目を注いだするとペテルは言った 金銀はは私にはないしかし私にあるものをあげようナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいそして彼の右の手を取って立たせたするとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり踊り上がって立ち歩き出したそして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に 宮に入っていった人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たそしてそれが宮の美しみの門のところで施しを求めて座っていた人だと分かると彼の身に起こったことに物も言えないほどに驚いた皆さんおはようございます。多月教会の礼拝によくくおいいでくださいました それからオンラインでご参加の方々もよくおいでくださいました、共に礼拝を捧げることができる恵みを心から感謝したいと思います、特に今日初めて教会に来られた方々、オンラインを通してでも、今日初めて高津教会の礼拝に来てくださった方々、あるいはキリスト教というものを知りたいために、ちょっと覗いておられる方々、大歓迎でございますので。 共にこのひとときを最後までできれば参加いただければと思います早速聖書の御言葉に心を止めていきたいと思いますペテロのいる風景と題しまして今日16回目になりますが11月に説教編として一つ目の説教を取り上げました今日はその第2回目ですね お読みいただきました使徒の働きの三章の一節、二節、三節をお読みしたいと思います。これが今日の物語の発端です。ペテロとヨハネは午後三時の祈りの時間に宮に登っていった。すると生まれつき足の不自由な人が運ばれてきた。この人は 宮に入る人たちから施しを求めるために毎日美しの門と呼ばれる宮の門に置いてもらっていた彼はペテロとヨハネが宮に入ろうとするのを見て施しを求めたとあります当時エルサレムの神殿でお祈りを捧げる会が毎日あったようでありまして 午後3時のお祈りというのがありますが、ペテロとヨハネはその常連だったようです。その時に、また毎日のように、この美しの門と呼ばれる宮の門に、一人の人が物乞いをするために置いてもらいました、もらいました。生まれつき足の不自由な人だと書いてありますけれども、 どなたかに抱きかかえられるようにしてその宮の門の前に置かれていたのでしょう。3節から想像いたしますとペテロとヨハネはこの人のことを前から知っていたのではないだろうか当然またあの人だと思い,思いながらその前を通,られた通ったと思うんですけれども施しを求められたのは初めてだったと思います。 ペテロにとヨハネに施しを求めた足の不自由な人との出会い、それは毎日のように今まで繰り返せられていたんですけれども、でも男の人は、足の不自由なこの人は、この時初めてそのペテロとヨハネに施しを求め,てあり求めたわけですねで。今日のペテロの説教の2つ目。 それはとても短い説教をこの人にしています。6節ご覧ください。するとペテロは言った。金銀は私にはない。しかし私にあるものをあげよう。ナザレのイエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさいとあります。これだけです。こんな短い説教。これ説教と言えるかどうか私は入れたくなりました。この短い説教。 私、いつも長くなるので、こんな短い説教で全てのエキスを、福音のポイントを、この人に語った、この事実、これすごいなと思います。そして、ちゃんと3ポイント説教になっています。1つ目、金銀は私にはない。2つ目、しかし私にあるものをあげよう。3つ目、ナザレの イエス・キリストの名によって立ち上がり歩きなさい。そこでまず一つ目のポイント、金銀は私にはないというこの短い言葉に着目していきたいと思います。金銀は私にはないとペテロが話す前に、ペテロたちの取った行動を読み取っていきたいと思います。先ほど三節までお読みしましたけれども、 4節にこうあります。ペテロはヨハネと共にその人を見つめて私たちを見なさいと言った。施しを求めるその足の不自由な人をペテロはヨハネと共にじっと見つめるわけですね。でこのじっと見つめたときに私は想像いたしました。 多分男の人は座ったままペテロとヨハネは立って通り過ぎようとしていたでも施しを求められたときにこのペテロたちはどうしたかこの物乞いの足の不自由な人と同じ高さの目線になったのではないだろうかしゃがんだのではないだろうか そのように想像いたします。そして五節お読みいたします。彼は何かもらえると期待して二人に目を注いだ。ペテロとユハネがしゃがんでその男の人をじっと見つめられたとともにこの施しを求める人は何かもらえると期待して 二人に目を注いだとありますここに心の通じ合いが生まれたのではないだろうかと思うんですねこの時そのような通じ合いが生まれた後にすぐにペテロが言ったのが金銀は私にはないというメッセージでした 本当にお金なかったんんだと思うんですねペテロもヨハネもお金はなかった初代教会がどういう教会だったかっていうことがお開きいたしませんですけれども2章の44節と45節に書かれています信者となった人々は皆一つになって一切のものを共有し財産や所有物を売っては それぞれの必要に応じて皆に分配していたとありますがペテロもヨハネもその日暮らしだった本当にお金がない物乞いの人は何かもらえるだろうと思ってこの二人に目を注いだけれどもでも実は私たちも何もあなたにあげるものはないそんな大変な状況の中にあるそのように 一番最初の説教のポイントでペテロはこの人に語るわけですね美しいの門に置かれたこの人も本当に一文なし施しを求め,られ求めて生きていたでもペテロもヨハネも同じように貧しいその日暮らしの生活エルサルブ教会での奉仕をしていましたけれどもそういう状況だったつまり 対等の立場に立っている立つ言葉だったんですねこの「金銀は私にはない」対等の立場で私たちも対等の立場で人に接したいと思うんですねクリスチャンもノンクリスチャンも信徒も牧師も上から目線になりがちな私たちですけれども でも対等の立場ですから今私講談にこう立っていますけれどもすごく私にとっては嫌な場所なんです上から目線です <laughs> こ,こ,にここでお話ししたい本当はでこの「 施しを求め,る求めた人はもうしょっちゅう上から目線には慣れていました立ち上がれませんししかも自分はどういうような状況で置かれているかを重々承知ですからもう上から目線に慣れていたでもいきなりしゃがんでじっと見つめられてそして金銀は私にはないと言われたこの人はおそらく戸惑ったことでしょうね 東日本大震災で避難所に現れたボランティアの方々がいたそうですボランティア集団献身的にこまめに奉仕をされそしてトイレ掃除までみんなが嫌がる仕事を一生懸命していたでもその奉仕団が去る直前にその避難所の人たちに宗教勧誘の小冊子が手渡されたそうです 帰る日素直にありがとうと言えなかった。あ、このためにあなたたちはそうしていたのですね。上から目線を感じて、おそらく失望したのではないかと思います。で、おそらく援助してもらう方はそのことに敏感に感敏感だと思うんですね。それを上から目線かどうかを敏感に感じられると思うんです。 ペテロは貧しさ、弱さ、不条理に寄り添うスタンスに徹していました。この貧しさ、弱さ、不条理に寄り添うスタンスっていうのがイエス様の目線です。実際、ペテロもそのイエス様目線によってイエス様を三度も知らないと言った後イエス様に寄り添われイエス様に許され 癒された経験を持つのですね二つ目の説教のポイントそれが私にあるものをあげようです私にあるものをあげようペテロにとっても私たちにとっても私にあるものと言えるものは一体何かそれは 救い主イエス様との出会い救いの経験信仰ですその内容は前回見ていきましたけれどもペントテコステの日のペテロの説教で語られました過去現在未来にわたる恵みでした 過去の恵み、それは罪の許し、十字架、すべての人の救い、二千年前のイエス様の十字架のあがないの恵みの一時のゆえに、私たちの罪は全部許され、亡き者とされるという、そういう素晴らしい恵みです。現在の恵み、それは賜物としての精霊ですが、 商人としての力、キリストの証人としての力、そして愛、聖霊によって与えられる。そして将来は、命に至る道、復活、体の蘇りです。このことを信じることから来る喜び、平安、希望、それが私たち一人一人にあるもの、私にあるもの。 キリスト者にあるもの、それですね。それをあげよう。あげようということは伝えよう。私たちにしてみれば、伝道ということでしょうか。伝道。伝道の定番は神罪救いです。神罪救い。神様がおられる。私たちを作られた神様が。 でも私たちは罪を犯して神様からの裁きを受けなければならない存在になったでもイエス様がその身代わりとなって十字架にかかってくださり三日目に復活されたことによって私たちの罪は許され死に勝利する恵みが備えられている神罪救い私にあるものをあげよう伝えようですしかし今の時代このことを相手に伝えるのは 現実的にはかなり難しいことです特にこの日本の国において。一生懸命になればなるほど「あああなたはそう信じてるのねそう信じてるね分かった分かった」分かった「あそれあ個人の感想でしょ分かった分かった」分かった「宗教への勧誘はお断りします」あ「ああ自分はマインドコントロールなんかされたくない」 あんな集団妄想的な気休めよく皆さん平気でやっているな自分はキリスト教信者になるつもりは初めからさらさらないそんな特定の宗教とは自分は関わりたくない私にあるものをあげようと言って伝道する時の反応っていうのはそういうもんですでもここに潜む 一つの罠がありますそれは先ほどの上から目線。私はもう救われている。あなたはまだでしょう。この救われているか救われてないかという二元論的な発想、これがどんなにこれから信じてみようかなという人たちのつまずきになっていたでしょうか。だから未信者という言葉、私大嫌いです。 あなたまだ信じてないのね未信者なのね伝道は上から目線になりがちそして相手が大切にしている価値観を否定しがちです下手すると今でいうレリジャスハラスメントっていうのがあります無理やり信じさせる勧誘しその気にさせ マインドコントロールして無理やり信じさせるハラスメントしかも字が読めたり聞いて理解できる人だけにしか伝えられない福音って何でしょうかでもペテロはこの物乞いの人に伝道はしなかったんです何をしたのか 極めてわかりやすく、しかも驚くべきことをしました。イエス様の名によって、この足の不自由な生まれつき歩いたことのない人を歩かせたのです。イエス・キリストの皆で歩かせた、そのことによって何が起こったか、本当の意味での救いが起こりました。この人は心が変えられてしまいました。 三章の六、八節ご覧ください。癒された後、踊り上がって立ち歩き出した。そして歩いたり飛び跳ねたりしながら神を賛美しつつ二人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見た。 神様を賛美するものと変えられた。そして、ペテロとヨハネと一緒に、宮へ、エルサルブの神殿へ、一緒にお祈りに行こうとした。心が変えられた。で、おそらく、この先、生活も変えられるでしょうね。もう物乞いをする必要はありません。 なぜならば歩けるようになったからです。歩いて仕事ができるようになった。ペテロはその人が本当に必要とするものを与えたのです。お金以上のニーズに応えたのです。単なる神罪救いそういうレベルではない。神学や教理ではない。本当に必要なもの。 ペテロにとって私にあるものとは一体何だったかそれは、イエス・キリストの名によって与えられている癒し。それがペテロに、ペテロが言う私にあるものでした。私にあるものをあげよう。あげようっていうのは、あなたを癒してあげようっていうことですね。 この視点で今度は自分にか自分に振り返って考えてみたいと思うんですけれどもじゃあ私にあるものって一体何なんだろうか私にあるもの私が得たものではない努力して得たものではなくて私にもともとあるものあるものそれは 神様からのギフト、プレゼントですね。でもちろん、救いとか信仰とか、それも神様からいただいたものです。でもそれだけではない。神様から私たちに与えられたギフト、賜物、才能っていう言葉でも表現できるかもしれない。あるいは、お預かりしたタラントっていう言い方もあるかもしれない。 それは一体何なのだろうか私たちに与えられているものは私ならではの何かって言えるものがあるだろうか私が何とかしてあげますと言えるものがあるだろうか任せておいでと言えるものがあるだろうか小学校12年生に聞きました一番得意なこと何って絵を描くこと。 走るのが早いこと虫博士だと言われているということいろんな自分の得意なことをみんな喋ってくれますでも6年生ぐらいになると「そんなのないな」とか「別に」とか今私たちが聞かれたらどうでしょうね「私にあるものってありますか?」私にあるもの。 そんなもの神様からもらってない救いとか信仰はわかるけれど私にあるものって一体何なんだろうかそうかもしれませんでも本当に全くないんでしょうか今はわからないかもしれない今は特に受験生はもうそんなこと考えてる暇もない頑張ってください 頑張っててくださいいお祈りしていますでも私にあるもの何なんだろうかこのように生かされている以上神様は何らかの目的で私たちに命を与え生かしてくださっている私にあるもの一体何なんだろうかきっと何かあるんです何もできなくても 存在そのものを通して私たちにあるもの難しいですねなかなか自分のことを振り返るのは、まあ、無理して見つけなくていいと思いますそのうち神様が分からせてくださるかもしれませんでもその私にあるもの私ならではの独特なものそれは 鳥なしの祈りをする賜物かもしれないし、もしかしたら本当に癒しの賜物を自分は持っているのかもしれない。こないだ手を置いて、病気の人に手を置いてお祈りしたらその人が癒されたという経験をされている方も、もしかしたらあるかもしれない。それ賜物神様からの賜物です。ある場合には、ものすごい試練を通過した。ものすごい病気を通過した。 さまざまなロ苦ものすごいひどい辛い思いをしたというそういう経験が私にあるものとして神様が与えてくださったものなのかもしれない他の人にはないその人だけにある私にあるもので3つ目のポイントイエス・キリストの名によって歩きなさい 私にあるものをあげよう。三つ目、イエス・キリストの名によって歩きなさいとペテロは最後にこの言葉を言いました。あげる生き方です。これが今日の説教のメイン。あ,あと、まあ、もうそろそろ終わらなくちゃいけませんけれど、ここからがメインですよ。神様からのギフト、賜物は、世のため、人のために使うために 神様からもらもっている。私にあるものと言えるものがあるとするならばそれは神様が私たちに世のため人のために使うように与えてくださったもの自分の利益や満足のために使,う使ってしまいがちですね自分はこれが得意だ自分はこれがいいこれを何とかしたい でもその自分の利益や自己満足のために神様から与えられたギフト、賜物を使ってしまうといつの間にかその賜物は自己満足と傲慢で役に立たなくなってしまう自分は世のため人のためと言いながら心の奥底では いや自己満足のためだという思いは少なくとも正直私にはありますあこれ自己満足でやってるなその一つの指標がこんなにやってあげているのになんで分かってくれないのなんで褒めてくれないのなんで無視するの逆にこんなにやってあげているのに なんで悪く言われなくちゃいけないのカチンときたという思いがあった時こそ賜物を自分のために使っている証拠なんですよ。私は何度も痛い思い思をしましまたでも賜物は自分のためじゃなくて世のため人のために使ってこそ神様の御心です。 世のため人のために使っているとたくさんの人がその賜物の恩恵に預かれるそしてその恩恵に預かった人たちが笑顔になるこの方々がこの人の賜物がいつまでも枯れることがなく続きますようにと願っていてくれるこの願いが神様に届いて その人の賜物はさらに豊かなものとされていく。本当に世のため、人のために使いたいと思います。神様からお預かりしたものを、神様からいただいたものを、神様からもらった自分の得意分野を。しかもペテロは、イエス・キリストの何によって歩きなさいってと言っていますね。 イエススキリストの名にこの「何よって」っていう言葉は「イエス・キリスト」の名前のうちにっていうのが直訳だそうです。イエス・キリストの名前のうちに名前っていうのは体を表す。イエス様そのものを表す。ということは「イエス様の名のうち」っていうことは「イエス様のうちに」さらに言うならば「イエス様と一つになって歩きなさい」「あなたに命じる」 用いるのはは自分ではありませんペテロが持っていた癒しの賜物は自分が用いたのではなくてこの瞬間神様が私を通して用いられたペテロを通して用いられたものですあげる生き方そして与えられた賜物は世のため人のためだけではない神の国のためにもある 私たちはこの地上障害を終えて天国に行った後、何するんでしょうか四六時中神様を礼拝するああ素晴らしいですねでもそれだけそれだけって神様申し上げたら失礼かもしれないですけれどもそれだけ天国行ったら何するんでしょうか私たちは天国にずっといることでそれで終わりなのではありません 私たちはやがて天地が刷新され新しい世界神の国が到来した時にそこにいるのです新しい復活の体をいただいているのですその時私たちは何をしているのか復活させていただいた私たちが王の王主の主であられるイエス様にお仕えし新しい世界 神の国のために用いられる。じゃあその用いられるものって一体何なのか。それが今、私たち一人一人に与えられている賜物なのです。私たちが用いさせていただいている賜物というのは、決して天国の先に行っても無駄にはならない。ある方は、もうすぐ癌で召されようとするのに、 英語の勉強を始めた人がいました。もうどうせ天国に行くんだから何で今から英語の勉強をしなくちゃいけないいや、私は神の国で、英語をきっと神様は用いてくださるから、復活して新しい体をもらって神様に仕えるとき、この英語で神様にお仕えしたい、人々にお仕えしたいと思っているんです。すごいですね。 天国の先のその先先、そ神の国に自分がどのような形で今置かれているのかそ,のそれがどのようにその先に通じているのか私たちは死んだら天国でそれと終わりのような感じですけれどそうじゃないその先の神の国で自分は何をするのかパウロは第一コリント15章で「 神の国を相続する復活の体が与えられるよう約束を書き綴りましたけれどもその最後の説を次のように締めくくっています開きませんけれども第一コリントの15の53ですから私の愛する兄弟たち固く立って動かされることなくいつも主の技に励みなさいいつも主の技に励みなさい主の技 私にあるものを神様に用いていただきなさいということでしょう。あなた方は自分たちのロークが主にあって無駄でないことを知っているのですから。神の国はまだ私たちの今の時点からするとだいぶ先の話のように見えます。でも 神の国の前段階として私たちの置かれている場,に場で一人一人の賜物が用いられたらどんなに素晴らしいことでしょうかそこがもうすでにプレ・神の国高津教会をいましてもそうです一人一人の賜物が生かされて神様に用いられてそして高津教会 ここが一つのプレ神の国になっているではありませんかもう一度改めて私にあるもの神様からの賜物に気づかせていただきたいと思うんですねイエス・キリストの皆によってそれらを多くの方々に届ける生き方がしたいと思いますそのために必要な恵みを与えてください そのためにこんな私を用いてくださいそのために私を作り変えてくださいそのように祈らされますお祈りします愛するイエス様ペテロのように私にあるものをあげようと言えるようなものが自分にはないかもしれません ただ言えるとすれば、救い主であられるあなたに出会い、あなたを信じたこと、そして、憐れみのゆえに生かされているという、その事実だけです。でも、これこそが、最大の神様からの賜物です。賜物ですから、感謝いたします。さらには、与えられている賜物を、 誰かのために生かす道も備えてくださっていることをありがとうございます。どうか、私にあるもの、あなたからの賜物が何かを示してください。そしてそれを意識して生活することができますように。また、その賜物をより豊かに与えてくださいますように。そして、自分ならではの賜物を 私の満足のためではなく、世のため、人のため、教会のため、仕事のため、学びのため、そしてやがて来る神の国のために、あなたご自身が用いてくださいますように、よろしくお願いいたします。今週もあなたが共にいてくださることを信じて、 イエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン